皆さんこんにちは、どうもチルです。最近ちょっと痩せたのに、ここ2日3日4日ぐらいちょっと食べ過ぎてまた太ってきました。こんにちは。何なんだろうね、この悪循環。ちょっと痩せたと思ったらまた食べて、痩せて食べて太っ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 て。まあそんなことはいいとして、今日はですね、何をするかというとですね、タラーン、今回はですね、最近出たばっかりのリカフロッシュのアイシャドウパレットを使ってメイクをしようかなと思います。もちろんね、色の紹介だとかそういうのもいろいろしていこうと思うのでっていう感じになります。で、リカフロッシュって古川優香ちゃんプロデュースの化粧品なんですよ。タラーン。リカフロッシュはですね、私リップは全色持ってるんですよ。で、今回出たアイシャドウは2種類なんですけど、こちらもですね、2種類とも買っちゃいました。これ見て、かわいい、かわいい、かわいい、マジか。しかもですね、今回のこのアイシャドウパレットマジで一目惚れして即買いしたんですよ、ガチで。何日の何時から発売しますっていうのを SNS で見かけて、やべえこれめっちゃ可愛いと思って、その日の時間にアラームセットして、もう発売されたほんの数分後ぐらいにやっと買ったんですよ。っていうことでね、ラグトーマスキット01サンフラミンゴっていうのと、ラグトーマスキット02サンセットブリックですね。はい、じゃあ01番のね、サンフラミンゴの方からちょっと見せていきましょう。いや、これマジで可愛くない？本当に可愛くない？いや、これ見て、マジで利便性にかないすぎてて、ちょっとこれほんとすごいなと思って。だってこれ見てよ、もうこれ1個でもうほぼほぼ化粧完成するよ。やばくない？本当にすごくない？私これすげえなと思って、マジ画期的だし、色可愛いし、このザクザクの感じのラメとかもついてて、すっげー可愛いって思ったの。だってここの部分全部チークとかに使えるでしょ？これ眉毛とかノーズシャドウに使えるでしょ？もちろんここアイシャドウにも使えるし、ちょこっとなんかチークに個性をもたらすのにも使えるでしょ？もうやばくないと思って、もう、で、これあればもう完璧じゃんみたいな。マジで私大興奮してるんだよね。それでね、次に02番、こちらですね、オレンジ系なんですね。でもどっちの方がいいかなって一瞬考えたんだけど、いや、ここは欲張っていこうと思って2つ買ったのよ。で、さっきのあの01番と同じようにチークとかに使える色で、あの眉毛ノーズシャドウとかに使える色で、アイシャドウ系ですね。マジでこれほんととにかく絶対なんだけど、旅行とか行くときマジで便利よね。なんか向こうでフルメイクするってなったときに持ってくのが、例えばこれ1個でしょと、このお粉でしょ、んでこういう下地類でしょ、下地類で、これであとリップ、アイラインでしょ、あとマスカラとかビューラーとか、そんぐらいでしょ。めっちゃありがたくない？本当にすごいと思ってんだけど、ガチで。で、まだね、あのこうやってね、やってないの、やってないのよこれ。あー、やりたいと思って、あのテクスチャー、いや本当やりたいと思ってさ、ちょっと本当ちょっと今からやっていこうと思います。せっかくなんで、こっちのリカフロッシュのね、リップ全色もね、軽くなんかこうやってピッ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 って出しながら紹介していこうかななんて思います。ということでね、こっちのサンフラミンゴをまず紹介していこうかなと思います。わあ、これどうやって塗ろうかな。でも待って。どうしよう。すっげー。やばくない？やばくない？すげえ、めっちゃ可愛いんだけど、ラメ。やばい、これすごいよ。何これ、オーロラ色っていうのかな、なんかもうこんな感じ、オーロラ系の色。次がこれかな。あ、これ発色は結構いいですね。発色よくって、この光に当たるとラメがすごい綺麗な感じなんですけど。すげえな。いや、ごめん、すげえしか言ってない、さっきから。これもなんかこの、さっき塗った一番最初のここのピンク、このピンクとちょっと似たような感じのラメ感になるのかな。でもすっげえな、マジで。
この白っぽいやつもやっぱりほのかにピンクが入ってて、この4色はもう全部合わせられるって感じになってる感じになってると思いますって感じですね。とりあえずこれは上の4色になるんですけど、下の方はねちょっと実際に使っていきながらちゃんと説明していこうかなと思うので、ちょっとテクスチャーは今回は出しません。じゃあ次こっちですね。はい、02のサンセットブリックですね。こちらを出していこうと思います。ちょっとさ、なんか比較がちょっと分かりやすいようにこれと同じような感じで出していこうかなと思うんですけど、あ、でもこっちはねどっちかって言ったらちょっとあのゴールド系の感じ、下の方はねちょっとオーロラっぽい感じするんだけど、こっちの上の方はちょっとゴールドっぽい感じがする。かわいい。このオレンジなんだけど、めっちゃかわいくない？発色すげえ綺麗なんだけど。あ、こっちはどっちかって言ったらちょっと黄みが強い感じのオレンジっぽい感じになってますね。あ、すごいね。なんか今出した中で一番発色がちょっと濃い色のものになるのかな。この上の4つがこんな感じでちょっと並んでるんですけど、やばい、ちょっと私の手可愛くなった、どうしよう。っていうことでね、こっちとこっちでね別々のメイクをしていこうかなと思うんで、こっちの01番でピンクメイクをして、こっちの02番でオレンジメイクをやっていこうと思います。じゃあまず最初にこっちの方のアイシャドウパレットを使ってメイクしていこうと思います。じゃあとりあえずねベースの方を作っていこうと思います。はい、ベースのメイクだけとりあえずしました。何をしたかというと、下地、コンシーラー、お粉と、あと顔周りのシェーディングだけしました。このら辺の色とか使ってこうやってシャーってシェーディングすることもできるんだけど、ちょっともったいなくってガンって使うことができなかったので、これはねノーズシャドウと眉毛に使って、こっちチークとハイライトで使ってみたいな感じにしていこうかなと思います。じゃあ先にとりあえず眉毛から描いていきます。この真ん中の色を細い筆にとって眉毛描いていこうと思います。あ、でもやっぱりピンクブラウンだね。やっぱピンク系のメイクをするってなったら結構こういう風に色がちゃんと最初からこの色使えばもう全然いい感じに仕上がりますよっていう感じになってるから、マジで助かる。本当にちょっと濃いのかなって一瞬思ったんだけど、全然そんなことない。真ん中の色だけで今やってるけどめっちゃ濃いっていう感じはしないしみたいな。次こっちの色でちょっと締めていこうかなと思います。締めていくよ。ちなみにこの筆は100均のユアグラムね、意外とこれも使えるからおすすめです。こんな感じで、次はスクリューブラシで眉頭ぼかします。スクリューブラシ汚いちょっと眉マスカラはね上から塗っていこうとは思います。 Kate 3D アイブローカラーのナチュラルブラウンですね。これ使っていきます。ちょっとピンクブラウン系の眉マスカラがちょっとないので、まあ許してくださいって感じです。あ、いい感じ。これで私も古川優香眉毛やばくない？じゃあ次ハイライトですね。この色指にとって鼻先、鼻筋すげえいい感じに発光しすぎずって感じで、すごいさ、マジ出来心なんだけどさ、この色もちょっと塗ってみていい？鼻先だけ。これ使うと輝くんだ。これもハイライトとして全然いける。ちょっと上からツンツンってのっけてちょっとぼかしてあげるだけで全然いけんだけど、すげえ出来心っていいよマジで。メイク本当にこのハイライトの色をこうさささってね、軽く他の部分、顎とかね、そういった部分にもちょ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 っとのっけてってあげます。次チークですね。この3色多分全部混ぜるんだろうけど、いくよ。かわいいピンク。この3色を混ぜて、主にこの2つを混ぜて、で軽くこっちの白もさって入れたぐらいでやったんですけど、こんな感じに仕上がってます。かわいい。本当にこれ1個でできちゃうのかな、ほぼメイクが。そこに感動してんだよね、一番ぶっちゃけ言っちゃうと。はい、次ノーズシャドウを描いていこうと思います。この一番薄い色とこの真ん中の色をちょっと混ぜる感じで塗っていこうと思います。あ、でもやっぱピンクブラウン系だから本当になんか合うね。で鼻の下もね一応塗っていく感じですね。はい、じゃあ次ですね、とうとうアイシャドウに行きたいと思います。どうやって使おうかな。ちょっと本当にマジでどうしよう。この4番のこのこれか、クリスタルピンクっていう色をちょっと一回まぶた全体にのせてみようと思います。好きな程よい感じ。綺麗。
じゃあ次はね、このピンク二重幅らへん塗っていこうと思います。え、絶対に可愛い。これキラキラがすごい可愛すぎて、マジでちょっとジューシーな感じ。この色を目尻にちょっと乗っけてきます。はい、こんな感じで今アイシャドウが仕上がってます。さっき腕に出した感じと結構派手な色なのかなと思いがちだけど、全然ね、このラメ感が逆になじませてくれてる感じがする。下もこのピンクをちょっとささっと塗っていきます。で、このザクザクのねラメをね、こうちょっと指でツンツンして取って、アイホールの真ん中らへんに、あー怖い。待って、やばくない？え、ちょっと本当に可愛いんだけど。え、ちょっと塗りすぎたかな。え、でも超可愛いんだけど。え、やばくない？キラキラーって感じ。え、すげえ！え、すごい！え、今の見た？これ。え、すごい！しかもね、こういうでかいラメって、マジでさ、なんか散らばるんじゃないかって思うじゃんね。結構いろんなところに。え、見て！マジで散らばってないの、そんな。下の方に行ったりとかもしてないし、横に向かってこう、さささってやったから、ことに横の方には行ってるけど、でも、もう全然、散らばってない。ほら、ほんと定着がすごい。これで一日過ごしたわけじゃないから、最終的にどうなるかはちょっとわかんないけども、今この塗った感じはマジでこれ一日崩れなさそうにしか思えないんだけど。え、これをさ、ちょっと唇の上に、で、あとはちょっと普通にメイクして、最後リカフラッシュのねリップを塗りて終わりたいと。はい、というわけでですね、ほぼほぼメイクができている状態なんですけど、あとリップ塗るだけなんですよ。使うリップはですね、こんだけせっかくピンクメイクしたので、ちょっとピンク系のものを使いたいなと思って、こちらのリップにしようと思います。リカフロッシュジューシーリブティントピーチスキンですね。この色を使っていきます。こんな色、ちょっとね、大人っぽい感じのピンク色になってるんですけど、これがね、すごい唇に馴染むのよ。すごくない？いや、また合うわ。はい、というわけでですね、着替えたりとかなんかいろいろしてみました。どうでしょう。全然関係ないんだけど、人生で初めてベレー帽を買ってみたんですよ。買ってみたいんだけど、これで合ってんのかな、かぶり方。これで合ってる？こんなもんで、なんすもとりあえず頭の形が悪すぎて、うまいこと引っかかんなくて、なんか乗っかってる感がすごいあるんだよね。ちっちゃいのかな、これが。あ、ちょっと頭でかいの実は最近コンプレックスなんですよ。まあそんなことはどうでもいいとして、はい、というわけでですね、今回は01番のサンフラミンゴを使ってメイクしてみたんですけど、こんな感じに仕上がってます。やっぱりね、髪の毛なんかやったりとかしてる間とかもさ、なんか全然思ったけど、マジでラメがね、この大粒のラメが全然動いてる感じがしないんだよね。なんかすごいいい感じ、マジ綺麗。本当にこれ本当ね、マジで私買ってよかった。いやでも待って、どうしよう。え、待って、もうこっちのさ、オレンジでもこの後メイクするんですよ。え、なんか落とすのもったいないぐらい可愛いんだけど、マジで。いや、それこれ自分の顔が可愛いとか言ってるわけじゃなくって、いや、マジでこのパレットの色味が可愛すぎて、ちょっとぶっちゃけ言っちゃうとね、ピンク系って当たり外れ系めちゃめちゃ多いんですよ。いや、分かってくれると思うけど、ピンク結構買う人には。これは本当にめちゃくちゃ、見ての通り超可愛いし、めっちゃ馴染む。とにかくピンクみたいな感じになってさ、なんかメバチコもらったんですかみたいな感じのさ、あのピンク感とは全然違くて、いや、もうほんととにかく馴染みがよくって、ラメも綺麗で、しかも使い勝手良すぎん、マジで。ちょっと待って、ここまでちょっと説明しちゃったら、オレンジの方が、でもあれだけど、ちょっと、でもちょっと今回の動画長くなるかもしれないけど、ちょっと我慢して。いや、ほんとにさ、もうマジでこれチーク系で使えるでしょ。で、ハイライトにも使えるし、この2色はハイライトにも使えるし、んで、これもうアイシャドウとしてもパーフェクトオブパーフェクトみたいな感じだね。なんだったらちょっとマットなアイシャドウの気分だなと思ったら、こっち側のピンクも使えるわけじゃん。で、それ眉毛もさ、かけてさ、ノーズシャドウもかけてさ、みたいな感じなわけでしょ。最強すぎ。いや、マジですごいなと思って、本当に。やばいよね。え、しかもさ、いや、ちょっとマジで本当にこういうのって最後にさ、なんか持ってくるんだと思うけどさ、まあ、言っちゃうと、もうこれ2980円なのよ。税抜きで確か2980円なの。安すぎ、マジで。え、いや、私ほんと普通に4000円ぐらい取ってもいいんじゃないかと思うぐらい、絶対これは多分買って後悔ないと思う。本当にマジで。いや、まぁ、ちょっと待って、ここまでなんかずっと褒めたたえると、なんか、すごいなんか案件っぽいな。でも案件じゃないのよ。いや、ほんとに可愛いんだけど、どうしようと思ってさ。え、しかも発色もめちゃくちゃいいし。古川優香ちゃんっぽくなった？じー。はい、というわけですね、一回とりあえず化粧落として、で、ベースメイクを終えた状態になってまーす。次はですね、02番のサンセットブリックを使ってですね、メイクしていこうと思いまーす。
やっぱりこれもすごい可愛い。本当に可愛い。超可愛くない？じゃあ次とりあえず眉毛描いていくので、眉毛はこれを使おうと思います。さっきと同じような感じでいいかな、多分眉毛は。あ、でもやっぱりこっちは今度オレンジっぽい感じのブラウンになってるのかな。統一感が素晴らしいよね、本当に。例えばさ、アイシャドウオレンジにして、で髪の毛もちょっとオレンジ系にするから、オレンジメイクしようって思ったら、これとリップさえあればもう全部できるもんね。そうやって考えたらすごいよね。はい、ある程度ね、こうやって形ができたら、濃い色で眉尻の方を締めていきます。締めたり、毛が足りないところにこうパウダーをこうサササって塗っていくとね、結構足りないところとかの毛がもう生えてますよみたいな感じになったりする。でスクリューブラシでぼかしていきます。でさっきと同じケイトの眉マスカラで眉マスカラしていきます。こんな感じで眉毛はとりあえずできました。ハイライトはこの白いっぽいのをちょっと使ってみようと思います。あ、これはね、ちょっとこのオレンジ味、ちょっとなんかオレンジっぽい感じになってるから、顔がもうほんとオレンジメイクするときにすごいマジで使いやすい感じするかなって感じするね。いきます。じゃあハイライトが塗れたらですね、次はノーズシャドウをしていきます。この真ん中の色とこの一番隅っこの色をこう混ぜてで使っていきます。おお、色があんまり濃くなりすぎる可能性もあるから、自分のそのさじ加減で一回こういう手の甲に出してこうサササってやりながら色の具合見て、あ、このぐらいの色だなって思った時にこうサーって塗ってあげるといいかもしれないですね。じゃあ次はチークを塗っていきます。この3色を混ぜるけど、この2色を主に混ぜて、ちょっとこっちの白いっぽいのも入れるっていう感じでチークしていこうと思います。チークしていきます。あ、めっちゃ可愛くない？このオレンジ、え、マジ可愛いんだけど。え、すごくない？ちょっと鼻先にもこの色入れてみようかな。絶対可愛いと思う。ちょっと鼻先のこの下目からこうちょっと入れてあげる。え、かわいい。え、超かわいくない？マジで。え、かわいいわ。いい感じ。じゃあ次ですね、アイシャドウやっていこうと思います。どうしよっかな。でもやっぱりこの上の4つを使いたいなと思うので、じゃあまずこの黄みが強い感じのベースみたいな感じに、まぶた全体にこうポン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 のせていく感じ。多分こうグッて塗りすぎるとちょっと発色が思った以上に良くなりすぎるのかなっていう気がしただけだけど、からちょっとポンポンやりながら調節していきながら出していきます。じゃあ次はこちらの色、この色を二重まぶたよりちょっと上ぐらいまで塗っていきます。え、すっげー超可愛いね。やばくない？すごいよね。だってキラキラ加工とか一切なしだよこれ。じゃあこの色を下まぶたにも入れていきます。え、やばい、超かわいい。じゃあ次こちらのですね、この色を指にとって目尻にのっけていきます。上目尻。あ、すげえ、超綺麗なんだけど。この色すごい綺麗じゃない？え、やっば、なんか絶妙な組み合わせになった。いい感じ。え、これちょっと私調子乗って下にも入れたいんだけど、このラメな感じなんだけど、こう正面で見た時にちゃんと影になるみたいな。え、やば、え、超かわいいじゃん。いい感じ。はい、じゃあ最後にこのザクザクラメですね、このラメを取ってまぶた中央からちょっとだけ広がる感じにして、ちょんちょんって塗って、他の指で若干伸ばすみたいな。え、てかこのラメがもうマジでもうピンクの時と一緒で、すごいマジで密着度やばい。え、なんかもうほんと全部ラメになっちゃった。ごめんね、ちょっと私の趣味入ってるけど、ごめんなさい。それでも可愛い、めっちゃ可愛いんだけど。え、すごい、え、すごくない？え、めっちゃ綺麗マジで。え、この発光感マジめさ、これさ今真正面からね、あのライト耐えてるからちょっとあれだけど、この感じこれ、え、やばー、綺麗、超綺麗じゃない？テンション超上がるんだが、やばすぎマジで。
じゃあね、残りは普通にペピャッと軽くメイクして最後リップ塗っていこうと思います。はい、というわけでですね、メイクがほぼ完成しました。リップはやっぱりオレンジメイクといったらこれじゃない？リカフロッシュの、ジューシーリブティント01番オランジェットですね。これ、え、これもうマジ可愛いの。本当にいくよ。え、超やばくない？ちょっとなんかブラウン味があるというかいう感じのオレンジになるんだけど、え、めっちゃおしゃれな色してるオレンジだよね。めっちゃ可愛いと思って、でこれを今から塗っていくよ。はい、というわけでですね、髪の毛のセットとかもろもろ終わりました。どうでしょう、オレンジ。え、いい感じだよね。え、めっちゃ可愛くない？すげえって可愛いんだけどさ、私コンタクトちょっと間違えたかなと思って、これちょっと色素薄い感じのやつにしたら多分もっと可愛いんだろうなっていう感じがちょっとしたか、その辺はちょっと反省点かなと思うんだけど、いやもうほんとね、この2つマジで買って大正解。だってもうこれ1個でほぼ出来上がってるよ。で、しかも今回やったのはね、この上の方の4色のアイシャドウだけを使ってアイメイクはさせてもらったんだけど、さっきも言った通り眉毛とかノーズシャドウに使ったこっち側のブラウン系のやつも全然アイシャドウのマット系としても使えるし、こっちのチークの方に使った色も単体で絶対使えたりとかするだろうから、これ1個だけですっごいいろんなタイプのメイクができると思うし、しかもこれマジで押してるけど、これ1個、このもうどっちか1個だね、ピンクかオレンジか1個あって、で、あと化粧品ちょっとだけ。だってさ、他にさ、使ったものなんてさ、そんだけだよ。もうこんだけ。これもそんな大きいポーチじゃないけど、旅行とか行く時とか、これともう一個とか、それかこれパンパンになるっていう感じなんだけど、これにプラスこれとリップ、こうやって入れるだけでいいんだ。やばくない？え、だってこんだけだよ、マジで。旅行とかにもすごい使えるし、しかも色もめちゃくちゃ可愛いし、何パターンものメイクが楽しめるから、これはね、私、激推しかもしんない、マジで。だから、初めてオレンジメイクしたいとか、ピンクメイクしたいっていう人にはもうめちゃくちゃおすすめだし、しかもなんかその熟練者の人でもすごい、なんか見ててわかると思うけど、色がマジ可愛すぎて、メイク熟練者の人にも手に取っていただきたいなと思うようなものでした。すごい、マジ案件感やばすぎるよね、ちょっと。っていうかさ、私さ、リップの色せっかくだから紹介するねって言ってたのに全然紹介しなかったよね、多分。せっかくなんで、ちょっと1本ずつ紹介していこうと思います。リカフロッシュジューシーリブティント。これ1番のオランジェットですね。1番のオレンジ。ちょっとね、濃いとこんな感じなんだけど、こう伸ばすとね、かなりおしゃれな感じのオレンジになります。次2番ですね、バラタレッドになります。バラタレッドを多分一番使ってる、他のやつよりもちょっとドバッとはつかないかもしれないんだけど、こんな感じの色味になってます。次3番ですね、3番はミアローズになります。こんな感じの色味になってます。これ伸ばしてみると、あ、ちょっと混ざっちゃった、ごめんなさい。ちょっと混ざった、近すぎたね。なんかなんとなく刺してほしいって感じなんだけど、ミアローズはね、まあローズの感じの色なんだけど、ちょっとピンク味が強い感じのローズになってるかなっていう感じになりますね。こちら4番のクランベリーになります。はい、クランベリーはこんな感じの色になって赤みがすごいちょっと強いタイプになってますね。ここ大人っぽいメイクしたりだとか、パキッとしたいメイクだったりだとか、内側だけに塗って指でポンポンなじませていきながらグラデーションっぽくしたりとかすると、ちょっと韓国っぽい感じの口元になったりだとかもするし、すごいいい感じの赤で色になっております。次はですね、こちらピーチスキンですね。ピーチスキンはね、多分さっき出したと思うんだけど、こういう感じの、ちょっとね、唇にすごい馴染みやすいタイプの色になってます。こんな感じ。マジで、これ本当にこのピーチスキンは、今まで、いろんな結構リップ買ったりとかして使ってきたことあるけど、なんかこれにしかない独特の感じの、え、すげえ可愛いっていう感じのピンク味があるって思います。最後、6番ですね、ルーブラウンになります。ちょっとね、赤みの入ったブラウンになります。これを指でこう軽くスススってやると、ブラウン味が強いなって思ったりとかするかもしれないんだけど、これ口に塗るとね、また全然違くって、で、しかもさ、こうぼかせばぼかすほどさ、もちろんだけどさ、ちょっとずつ薄くなってくじゃん。これ本当に、これマジでリカフロッシュはもうほんとこれすごい特徴的だなと思うんだけど、こうやってさ、なんか指でぼかしたりとかするじゃん。でもある一定の濃さから下に行くことがないの。
だからそれこそマスクメイクとかでもすっげー大活躍してると思うんだけど、だからこれリップも今一回も塗り直してないし、なんなら30分ぐらい友達と電話してたんだけど、でも全然一回も塗り直してなくてこの状態を保ってるからマジですごくって、なんか色の定着マジやばいって感じ。ジューシーリブティントっていうぐらいだからもう本当にそうなんだけど、なんてジューシーな感じになるのよ。ティントリップ特有のパキパキって、あの時間経ったら乾燥しやすいとかそういうこともない、ほぼ今のところ。っていうかこれ一回塗ってんで、あとリップクリームだけ持ってれば全然いける本当になんかさ、こうやって普通に結構パキって塗るのも可愛いし、こういう風にねぼかしながらこうやってシューって塗ったりとかしてもすごい可愛らしくなるから、ナチュラルメイクでもこしゃれた感じのちょっとパキッとしたメイクでももう本当何にでも合うって感じ。絶対お気に入りの1本がこの6色の中から見つかると思うっていうぐらい本当に私は本当このバラタレットお気に入りですね。もうめちゃめちゃ使ってる。もうちょっと少なくなっちゃったから新しいの買わなあかんなって感じ。本当に。です。はい。今日はですね、珍しく私が1本の動画の中で2回化粧をするというね、動画になりました。はい。あんまね、そうそうないよ。マジで。そうそうないけど、でもこれはちょっとマジで本当にテンション上がりすぎて買ったものだから、ちょっとガチで皆さんにね知ってもらいたいなと思ったし、テンションガチ上がりすぎてこれ買って、それで届いた時もテンションあーかわいいってなったから、これはもうぜひ動画撮りたいなと思って撮らせていただきましたという感じになります。はい、というわけでですね、今回の動画いかがでしたでしょうか。よかったら高評価、チャンネル登録、あとコメントもぜひぜひください。ということで、以上、チュルでした。バイバーイ。